チャカブコ公園は、アルゼンチンブエノスアイレスにある公園。チャカブコ公園のパノラマ写真、チャカブコ公園の様子。なお、写真奥に見える高架の道路は、S、アウトピスタ25でマヨの一部である。チャカブコ公園の噴水。波34度38分2.54秒、整形58度26分34.58秒より、撮影。チャカブコ公園は、 内位34度38分04秒、成形58度26分36秒に位置する。面積は約0.2平方キロメートル。ただし、土地の形状は正方形ではなく、また高速道路の S、アウトピスタ25でマヨによって2分されている。公園内には子立ちが見られる他に様々な施設が設置されている。特に、 いくつものゾーンが設置されていることで知られている。現在、茶ャ湖公園が立地している場所は、1781年から1898年に公共の土地として買い上げられるまでの間、火薬工場が創業していた。そして1903年5月15日に0.2キロメートルの土地を公園にすることが決定され、1909年に公園となった。 さらに1911年には陸上競技用トラック、テニスコート、ぼっちのための場所、水泳用プールが作られた。また、1930年頃までにはバラ園が存在することや様々な像が設置されていることで、チャカブコ公園はよく知られるようになった。その後、1978年に高速道路の S、アウトピスタ25でマヨが、 建設反対の声を押し切る形で建設されたことによって、この公園は分断された。A.B. パルケ・チャケ・ビューコ、ディヌンシアン・コブラス・デラ・アウト・ピスタロ・ディストライアン。ありがとうございます。